ピンポンパンポーン。どうもつぶらです。今日は虫を食べます。 Amazon を見てたらですね、食べれる虫が売ってあったんですよ。で、勢い余ってポチりました。もうちょっと先に開けて中身を見てしまったんですけど、想像以上にグロいです。オケラとコオロギとバッタとこのよくわかんないサナギと外国の山の奥の人が食べる幼虫みたいな、カブトムシの幼虫みたいなやつが入ってるみたいなんで、もうつべこべ言わずに食べます。いやでもね、ちっちゃい頃から田舎で育ったんで、別に虫触ることとか捕まえることとかは平気なんですよ。ハムスターの枝の匂いがします。グロ、気持ち悪い。うわー、動きそうだもん、やだ。でもね、これよく見たらですね、足がモイである。ちょっとじゃあ一種類ずつ出しますね。こんな感じか。まあとりあえず5種類出してみたんですけど、バッタですね。いやマジでやばい、キモ。でこれも 何なのかも分かんない。ゴキブリだよ、もうこれ、こんなん。で、次。これ。なんかこれが一番食感っていうか、触った感じが、虫って感じする。で、なんかしらの幼虫なんですけど、これはなんか比較的原型とどめてなくて、虫って言われなかったら、分かんないかもしれない。ほら。で、最後。カブトムシの幼虫みたいな。これ頭食べれんのかな？絶対食えないと思うんですけど、一番食べやすそうなのか食べようと思います。この、パッと見虫ってわかんない。これを。いただきます。で、ちょっと、見てみたら、塩っぽい粒がついてるんで、塩味だと思います。いただきます。なんかね、食べたことある。エビの味する。エビの殻の味がする。この一番虫って分かんないやつ食べれんことはない。なんかゾワゾワする。でもこれ以外ね、ちょっと見た目がグロすぎるんですよね。じゃあこのイカにもバッタを食べます。いただきます。サクサクした薄いエビの味がしました。全然食べれるんですけど、虫を食べたっていう潜在意識が邪魔をしてくる。多分これコオロギなんですけど、バッタと謎の幼虫と、めっちゃ苦い。なんでこれを食べれるって思ったんだろう。口の中になんかいろいろ羽の繊維とか触覚とかが残って、めっちゃ気持ち悪い。最悪。さっさと終わらせます。次。めっちゃ細かい産毛が生えてるみたいな手触りなんですけど、いや毛生えてるわ。いただきます。これも苦い。なんか痒くなってきた体が、気持ち悪い。なんか塩が振ってあるには振ってあるんですけど、本当に気持ち程度しか振ってなくて、もう虫本来の味みたいな味がします。キモい。ねえ、これ絶対頭食べれないと思うんですけど、めっちゃ硬いんですよ。どっかの民族の人たちがさ、虫食べてんじゃん、こんな幼虫みたいな。そん時頭食べてないような気がするんですよね。ってことで甘えて頭食べません。いただきます。
いんもなんか変な甘さがある。気持ち悪い。最悪。ちょっとこれは厳しいですということで食べたんですけど、マジであの幼虫だけが気持ち悪すぎて食べれなかった。本当にごめんなさい。この見たところでっかい幼虫は1匹しか入ってなかったので助かりました。多分あれは頭食べなくていいはずなんで、よかった。本当にそこが救いでした。多分なんだけど乾燥させなかったら美味しいんだと思って、その他のこのまた新しいの出したんですけど、バッタと多分オケラとコオロギは苦すぎる。苦すぎるっていうか、エビの尻尾を極限まで揚げたみたいな味がしましたね。で、一番食べれたのはこのよくわかんないサナギみたいなやつで、これはかろうじてなんか普通にエビの尻尾揚げたみたいな感じの味がしました。甲殻類の味がした。はい、ということでそんな感じで虫を食べてきたんですけど、皆さんも罰ゲームとかにいいんじゃないですか。私は別に罰ゲームとか関係なく買ってしまって自爆してるんですけど、はい、ということで今日の動画は以上です。この動画がもしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。